皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミング、今日でついにレッスンの終わり10をやっていきたいと思います。レッスン10じゃない、ステップ10だ。レッスン3のステップ10やっていきたいと思います。さあ、エイリアンシューティングでマジでいろんなねプログラミング学ぶことができました。で、もうスクロールからなんかもういろんなものを動かしたりとか、ゴールの判定とかねなんか条件の新しい方法とか、スコア表示とか、いろんなゲームテクニックをね手に入れることができましたね。マジで良かったです。さて、今回ですね、その総まとめ仕上げていきたいと思います。どんな風にゲームができるのかやっていきましょう。レッツゴー。はい、大丈夫さ、おっす。さあ、最終ステップでーす。まあ、BGM つけるんでしょ。まず最後の仕上げとして、UFO を大丈夫さんが描いた絵に変える。ちょっとやめてくれ。なんだそれ、描いた絵って。絵を描くためのテクスチャーノード。なに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 、何？俺絵あんまうまくないよ。テクスチャー、これテクスチャーノードンなんだ。これ絵の描くおじさん、テクスチャーノードンおじいちゃんだよ。ほっほっほ、あなたが描いた絵は世界でただ一つの作品。あなたの思うまま絵を描いてください。何これ、絵を描くためにテクスチャーノードンに UFO を連結してください。なんだと、下から上へ。大丈夫です。続いてテクスチャーノードの設定を開いてください。はい、うわ、お絵かきがある。貼り付ける面も選んでください。どの面に貼り付けるか選べます。 X 中央、よし。 X じゃない、もう X 中央じゃない矢印 Y 中央出てたら今なあ。で、A 書いてみましょう。え、なんか書いてってね。なら、何書こうかな。ハート書くか。え、星とかがいい。や、もうじゃあ星書くか。星ねえねえ、星、これでこれでいいのかな。こうやって、あれ、塗りつぶせないよ。塗りつぶせた。ほら、やば、うますぎるでしょこの星。じゃあゲーム画面見に行ってみましょう。UFOがさっき描いた絵に変わってますね。テクスチャーノードを使ったら自分が描いた絵をゲーム画面に出せるんだっていう。 BGM つけちゃいましょう。テクスチャーノードなんでもありだな。絵心ある人に描いてもらわな無理やこれ。で、 BGM ノードを呼び出してください。 OKOKOK。 出力 BGM、 イエーイ、チェックラウ、お前らの聞かせる、お前のミュージック、盛り上がれ、お前のシューティング、敵を進めば不意予想グー、たどり着け、お前のエンディング。というわけで、なんかありがとうございます、いつもの。さあ、定数ノートにつなげて BGM 再生しましょう。何かける、なんかそれっぽいの。勇敢、勇ましいですね。あー、俺これ、俺この曲好きよ。始まった、おお、 BGM だー。ってことで、どの敵もねえ、行く手もはがもうとも勇敢に我立ち向かう、そんな感じです。これスタッフィーみたいですね。さあ、セッティングは全て完了だ。もうできちゃったプログラム終わり。はい、ここからはダイヤさんのフリータイムです。 BGM の他にテクスチャーノードンや絵やね、砲台の弾の色を変えてシューティングゲーム作ってください。でもこれぶっちゃけ色変えるだけだからあんまり楽しくないんだよな、ここのシーンね。まあ、せっかくだから弾の色とかね、何しとこうかな。赤色にしとこうか。赤色とかに、これで弾の色がね、赤色になったと思います。ほら、赤い弾を発射するようになりました。でもこれむずくね。なんか棒もっと持たせとくか。これで棒持たせました。ほら、見えねえ棒はい、これでなんか、じゃあ棒見えなかったで杖持たせました。杖持ってるけど杖アンテナみたいになってる。なんか血が吹き出したみたいになったけどまあこれはこれでいいでしょう。さあ、音楽ちょっと変えました。怖くしました、音楽音楽ってわからないよね。俺でもシューティングゲームでちょっと緊迫感ある BGM の方がいいと思うんだけど、だからちょっと緊迫感あるようにしました。どうでしょう、これで僕の中では完成だと思います。で、ワールドもなんかちょっと変えられる。あ、ワールド、これ宇宙じゃなくても夕方とかにできるんだ。へえ、やってみるか一回。全然見えんくなった。さすがにエイリアやからここは宇宙でええな、ほんま。よし、 OK でしょう。とりあえずこれでできたにしときましょう。
ついに完成です。見てみましょう。さあゴールまで遊んでみましょうか。で、なかなかに懐かしい思い出ばかりです。さてこれね、上当たっても見えないけど、俺気になってるのは後ろはね、スケスケなことなんだよね。これ後ろでさ放置しちゃったらさ罪な気がするから、ちょっとね手直しを加えれるんだったらそこも加えたいよね。後ろからね、当たり判定の壁が迫ってくるみたいな。なんかこのプログラムだけでもやっぱさ、まだまだ応用効きそうだなとか、もうちょっと作り変えたいなとかちょっと思うよね。まあ、そういう風に作ってんだろうな。ね、ちょっと自分で作り変えてねみたいな。よし、これがダイダラさんが作り上げたエイリアンシューティングということで、これで完成。やったー、いっぱいあったな、重力くんね、ノットノードン、そしてマッピングノードン、入力範囲の制限、そしてね、画面をスクロールするためにはゲーム画面ノードンを動く、そしてね、物を書くみたいなテクスチャーノードンだったっけとかもね、いたりとかで、そして UFO もさ、今作からだもんね。そしてくるくる回るやつ、円柱、回せるもの、触った瞬間センサー、すごいな。ワープもしちゃって比べちゃって、アンドノードン、いっぱい新しいノードンが今回出てきました。一つのゲームになったね。すげえわこれなあ。今回はステップ数が多くて長い旅路でしたけどね、さすがダイダラさん、何の問題もなく最後まで完成させることができました。ついてこれたみんなも。このエイリアンシューティングもゲーム一覧並べちゃいましょうか。レッツゴー、デデデン、きたー、マサプー、エイリアンシューティング、俺が作った神ゲーだ。プログラミング慣れてきたんじゃない？もうだいぶ慣れてきたと思う。ほんと。とにかくいろんなゲーム作ってみる。それが大事。そうだね。やっぱ自分でね、またゲーム作ろう。それは次回やるね。あたら、このレッスン3縛りは。さて、ゲーム一応並べていきましょうか。よーし。さて、スコアタックもできるしね。絵が、描いた絵が動く。やばい。身近な人に遊んでね。いや、俺の絵を見せるもんじゃねえぞ、これ。さあ、次のレッスンはいよいよ折り返し時点だ。レッスン4でお会いしましょう。またね。出た。待って、ダイダラ。教えておきたいことがある。何？あなたがレッスンに作ったゲーム改造したいと思ったことない。ある。X ボタンのオプションを開いて。あ、ゲームコピーできるんだ。へえ。なるほどな。コピーしたゲームなら自由に改造できるからねっていう。じゃあ、あとはご自由にって。やば。そういうこともできるんだ。細かいね。ゲーム改造もできて遊べちゃうなんて。さあ、とりあえずね、まだまだあるからね。行こうか。チェックポイントかな、次は。イエーイ、やっぱ出てきたな。来たぜ。チェックポイント、UFOさんお願い。待ってたよ、ダイダラ。ゲームの改造チャレンジしてみた、まだやってない。自分の頭で考えてプログラミングすることは大事だ。そうだよね。俺、毎回作ってるから、それは。ほんと大事だからね、みんな。自分で考えることって。さあ、今回のパズルもたくさん考えて、試して、頑張ってクリアしてねーってことで。さあ、やっていきましょうか。まずは1から。UFOさんお願い。UFOさん、どうすんだ、これ。ユホさん、わからない。さあ見てみてこれ。さあ多分これだね。ユホさんにいや動いてもらって、リンゴは間違っちゃったこれ。上下はこっちだね。こっち前後じゃないわ。はい、こうしてえい。オッケー。人にねリンゴを取らせたらクリアとなります。完璧ですね。次形作る連結だ。え、これどうすんだ。え、わかる、みんな。俺はわかったよ。そう、これで連結させるんだよ、ここを。下から上、こうするとどうなると思う。ペチってで上につく。違うよね、連結面がおかしいねってことでね、見ていきましょうか。連結面、自分の連結面をX のマイナス、こっちかな。でこっちの連結面を X のプラスにするって感じかな。そうするとへい、こうなる。押せるんだよー、おらー、よし。このパズルおもろい。人を壊さないために、人は壊してはいけないわ。どうしたらいいの、人を壊さないようにするためには。大体人は壊してはいけないね。え、壊すものの詳細設定で人を消すんだ。これで多分大丈夫。これ人は壊れない。きた、イエーイ。
そう、物の壊れる詳細設定、これも学びましたね、今回のやつで。さあ、ノットでストップ。なんだこれは。ノットでストップ。ノット、天の尺のノードンですね。ふむふむ。これは何をすればいいのか分かりませんが、見ていきましょう。Y ボタンを押すと、待ってね、行くね。Y ボタンを押すと、おー、行くー。でも人が行き過ぎちゃうわ。終わった。なので、どうにかしなきゃいけません。ノットノードンをどうつなぐのかですね。これは、Y ボタンを、よいしょ。これ。こうだな。Y ボタンを押してないと、人は、Y を押したら人は進まない。Y を押してないと人は進むみたいな感じになってるのかな、多分これ。だから勝手に、こうだ。こういうことだね。ノット。天の尺ですから。あー、頭が折れた。ノット。アンドの意味。ノットとアンド。む。今度はどういうことだい？はい。何かと何かを押したときみたいな感じだと思うんだけど、見てみましょうか。さあ、まず、おっと、ここだね。L と R。うんうん。L とは間違っちゃった。L と R を押したときに、この動かせるモノノードンが動いていく。で、リンゴのとこに行く。あ、これでもう終わりじゃん。L と R を同時押しすると、モノが動いて、リンゴが取れて、人も死ぬ。頭痛い。よーし、タジック3オールクリア。まだ簡単だったな、ここ。ダイダラ、だいぶノードンガレージのこと理解できてるね。ならゲームの改造もチャレンジしてね。最初は失敗してバグで動かないかもしれないけどね。でも大丈夫、失敗こそが学びで、バグこそが理解の第一歩。マジでそう。トライ&エラーってね、言葉があるんですけど、失敗して試してを繰り返すんですよ。要はね、何回も失敗して何回も試してね、そして完成させる、成功させる。そうするとね、本当に理解深まるので、皆さんまず手を動かしてみましょう。たくさん失敗してプログラミングに慣れていこう。分かんないことがあったらノードンガイドも見ようねってことで、ありがとうね、またね。いい子だな、本当なあ。次のレッスンもマジ楽しみだわな、みんな。これやばいぐらい楽しみなんだよな、これ。でもこれはまた次次回ぐらい。はい。ではでは、次ですけど、ちょっとね、今回の復習を少しだけやりたいと思います。まあ、今回のプログラミングで難しいところ皆さんはありましたか？まあ、とりあえず一番大事なのは連結ですね。改めて。連結。連結。下から上に。ね。何から何へ連結させるかってことですね。下から上。それだけ絶対覚えておきましょう。このね、この A 角のやつとかもね、ちゃんと UFO に重なるっていうのがすごく面白いよね、ほんと。で、この弾を発射する機構についてもね、これもね、ちゃんと覚えておきたいよね。連結して、物を発射するノードンが円柱のものに連結して、その円柱が UFO と連結して、で、UFO がテクスチャと連結して、連結はね、やっぱ何にでも使うのかなと思います。それで、この画面のスクロールの機能を消して、ゲーム画面と UFO を連結させてみましょうか。そうすると、こんな風に。言いますか、皆さん。スクロールするのが、人主体、UFO 主体になったんですよね。まあ、こんな風にね、いろいろ改造できるのでね、もっともっと幅のあるシューティングゲームとかは作れるようになるっていう形ですかね。さあ、もうちょっと元に戻しておきましょうか。ゲーム画面を横にスクロールする。さて、ちょっとした応用でして、皆様、この背景、ゲーム中でも喋ってたと思うんですけど、後ろがね、全然迫ってこないから、後ろ行き放題じゃんって話はしたと思います。なので、今からね、その後ろに物を置くっていうのをね、少しやってみようと思います。さあ、後ろから壁が迫ってくるっていう風にするには、これですね、動かせるモノノードン。を、動くようにしてやるって形で、ゲーム画面と同じく、ね、マッピングノードの数値を入れてみたんですけど、これじゃダメなんですよ。皆さん何がダメかわかりますか？ちょっと状態だけ見てみましょうか。はい。こちらとなります。ちょっとこれ速度にしとこうか。まあもちろんこんな風にね、直方体が動いて、モード速度で、マッピングノードと同じものが入ってくるっていう風にしたんですけど、実際動かしてみましょうか。はい。さて、そうですね、だんだん壁の速度が上がって
後ろから迫ってき、ここで止まるって形なんですよね。そうですね、これね、もしこのね、後ろから何かが迫ってきてっていう風にしようとすると、やっぱ実装が結構めんどくさいんですよね。なのでね、エイリアンシューティングでは省いたのかなと思います。もしこれをね、実際に実装したいってなると、はい、ということでね、今みたいに、マッピングノードから出てくる数値っていうのは、どんどん加算されていく数字なんですよ。こうやって見てもらったらわかる通り。ね、なので、それをね、違うようにね、決められた、限られた数字だけをね、入力されているようにしなきゃいけないので、定数ノードをこの物を動かせるノードの X 座標に入れております。そうすることでどうなるかっていうと、見てみましょうか。はい。見てください。後ろから一応壁がおーっと迫るようになってます。ただこれちょっと今なんか背中で押せちゃったんですけど、ちょっと当たっちゃうとね、速度は戻しちゃうんですけど、ちょっとこれは、どうやって直せばいいんだろう。現状としてはこの直方体に当たったらね、エイリアンがやられるとかいう風にしないと、ねえ、難しいかな。プログラム的にはね、こっちのより座標に行かないとかね、プログラミングでできたらいいんですけど、ねえ、ここの X 座標が、ある程度ゲーム画面の X 座標のところよりの端、ここの端っこの座標よりも、UFO が、左側に行こうとすると押し戻すみたいなプログラミングができたらいいんですけど、ちょっとそういったプログラミングまだ習ってないので、ちょっとできないっていう形だと思います。もしこれ今の現状で実装できる方法ある方、思いつく方いたらぜひとも教えていただきたいんですけど、まあ、現状としてはこんなもんですね。まあ、もう一応迫ってくる壁みたいなものもどきを実装したい場合は、動かせるモノノードを使って定数ノードなどを入れてね、実装するっていうのが多分いいと思います。まあ基本は使わないので消しておきましょう。まあ、現状としてできることに関しては、こんなとこでしょうか。今回のプログラミングエイリアンのやつは、エイリアンシューティングはかなりね、面白いことがたくさんあるので、そこだけは本当に皆さん理解しておきましょう。このワープとかね、特に。このスコアとかね、このパーフェクトのあたりとか、ちょっとね、ワイヤーの数が多くてややこしいと思うんですけど、これ本当にすごい、いい内容ですので、理解できてない方はね、もう一度ここのね、講座、受け直す、レッスンのステップ、レッスン2のね、ステップ、9とかだったっけ ?9 とか8あたりをね、もう一度受け直すことをお勧めします。はい。では、じゃあ今回ここまでにしましょうか。ちょっと最後の方、まとめ方雑になってしまって申し訳ないんですけど、今回使ったレッスン3までの内容を使ったね、プログラミング、この後またやろうと思いますので、そちらの方でね、また細かく説明できたらなと思います。はい。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。おつぽよです。さあ、次回ね、レッスン3のプログラムを使って、オリジナルゲームをまた作ってみようと思いますので、どんなゲームができるのかお楽しみに。ね。それでは次回またお会いしましょう。おつぽよ。ね、このゲーム、いい出来だなぁ、ほんと。またね。